自己流でダイエットしても失敗の繰り返し、痩せたと思っても結局はリバウンドなんてことないですか？このままだと嫌ですよね。一日も早くダイエット卒業していきましょうね。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かない、その気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践しているリバウンドしない方法がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。リバウンドしない痩せる習慣7つお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜそもそもリバウンドをしてしまうのでしょうか。そのポイントを押さえていきましょう。そして2つ目、リバウンドしない痩せる習慣7つお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜリバウンドをしてしまうのでしょうか。そのポイントですね、3つありますのでお伝えしていきますね。ではリバウンドする原因の1つ目はこちらです。急激に痩せるような偏ったダイエット法をしているから。例えば無理なダイエットをしていませんか？全く食べないとかね、水だけで過ごすとか、そんなことをしてはダメですよ。腸内環境が乱れてしまって、結局あなたは太った体質のまま頑張ってるだけです。そうしたところに太る元を急激にね、我慢した反動でたっぷりの甘い食べ物とか脂っこいものとかね、やっぱり欲しくなるわけですよね。でドカ食いすると結局また痩せてもそれ以上に太ってしまうと。こういった極端な無理なダイエットを続ければ続けるほど逆に太ってしまいます。それが結局リバウンドを繰り返す原因の一つになっているんですね。ではリバウンドの原因2つ目はこちらです。自己流で間違ったダイエットをしているからなんですね。例えばいかがですか？ダイエットと思ったらよくありがちなのがお野菜ばっかり食べる方、これも逆に太りますね。痩せるためには栄養のバランスが必ず必要になってくるんですね。そんな食物繊維ばっかり取ったところで痩せることができません。痩せるためには栄養バランス、食物繊維ももちろん大切なんですけれども、ちゃんとこの体の元になるタンパク質を取ったりね、発酵食品を取ったり、要は腸内環境がしっかり整って、体の元、痩せるホルモンの元がちゃんと吸収できない限り、健康的に持続的にね、痩せることなんて一切できないですね。なので自己流で頑張ってる方っていうのはその時は痩せることができるけれども、待っているのも必ずリバウンドなわけです。では次にリバウンドする原因の3つ目はこちらです。痩せたと思ったらね、また元の生活に戻っている。これあるあるですよね。油断するんですね。結局その油断してるっていうのはやっぱり間違ったダイエット法だから、結局元の生活に戻ってしまうということなんですけども、根本的に痩せ体質になっていないからなんですね。その代わり逆に根本的に痩せ体質になれば、もう習慣化してますから、ずっとリバウンドなしでその状態がキープできるわけですね。そのポイントはやっぱり痩せ体質で生まれ変わることができる腸内環境を整える生活をすると。これをずっと続けていけばいいわけです。楽しく美味しく食べながらですね。だからそこを無視して頑張って痩せたとしても、待っているのはもう自己流ですから、今まで通りおやつを食べてみたり、好きな時に好きなものを食べたりね、極端なものを食べてみたりとか、そういった形を繰り返してしまえば必ずリバウンドするのは当然ですよね。ではここから2つ目の項目です。リバウンドしない痩せる習慣7つ、1つずつお伝えしていきたいと思います。では痩せる習慣1つ目はこちらです。食べる順番を守りましょうになります。例えば今あなたの目の前に、まあ、定食があるとしましょう。和定食ね。で食べる順番っていうのは、まず1番目はお野菜からです。そして2つ目が汁物から、そして3つ目が、まあ、メインの主食ですよね。メイン料理、タンパク質ですね。そして最後に
炭水化物、まあ、お米だったりヌードルだったりパンだったりということになるんですけれども、やはりこのポイントはですね、一番最初に血糖値の急上昇を抑えてくれる食物繊維のお野菜を食べることがポイントになってきます。なぜかというと、いきなりここでですね、血糖値が急上昇するような一番最後に食べる炭水化物ですね、お米とかパンとか麺類、それを一番最初に食べてしまうだけで、血液中のそのインスリンというホルモンがですね増えます。その急上昇を抑えようと思ってね、それだけで結果脂肪をどんどん溜め込んでしまうという結果になるんですよね。なのでそうならないためには、血糖値の急上昇を最初から抑えてくれる効果がある食物繊維をお食事の一番最初に召し上がっていただくこと、これをするだけでインスリンの分泌を抑えることができる、イコール脂肪を溜め込みにくくすることができる、これ賢い食べ方なんですね。なのでついついね、炊きたてのねほやほやご飯をパクッとか最初に食べちゃうと、もうその順番間違っただけでもう何倍も脂肪を溜め込む量がね変わってきますから、そこをしっかりと守っていくことですね。食べてもいいけれども順番がとっても大切ですよっていうお話です。では痩せる習慣の2つ目はこちらです。食品の成分表示をしっかり見ましょうですね。原材料名とか、あとカロリーとか栄養素がね載ってるページありますよね。その部分をしっかり見て食品を選びましょうということですね。で、案外あこれ痩せそうだなと思う食品でも、裏を見ると結構うわカロリー高とかねあるんですよ。で、原材料に関しては最初にお砂糖が来てたりとかね、そういったのをわざわざ選んではダメです。なのでそういったところに注意しながら、まあ、カロリーだけではなくって何でこれはできてるのかなってこれすごく大事ですよね。例えばカロリーが低いということはちょっと注意が必要なんですよね。低かろう良かろうじゃないわけです。低いということは何かしらね余計なものが入っている可能性があるんですね。例えばお菓子であれば人工甘味料とかがそうです。カロリーゼロとかオフって書いてあるのにもかかわらず、甘いものっていうのは人工的な甘味料ですよ。自然界のものではないですね。そういったのを食べてしまえば逆に甘いものがやめられない、止まらないっていう、そういうね味覚にねなってしまうんですよね。もう本当に負のスパラルですから、もう私も必ず何か買うときはねもういちいち見ます、何が入ってるかなって。で、残念ながらねいろんなものにねいろんなものが入ってますよ。もう入ってないもの選ぶ方がねふーってね大変なぐらい、もう添加物大国ですよ日本は、残念ながら。だったら私たちが賢くなることです。絶対に買うもんかっていうね、こんなわざわざお金かけてっていう毒みたいなものを買わないってことです。太るもとですからね。なので人工甘味料とか、あとは例えばまあ調味料系とかスナック菓子にも多いんですけども、調味料かっこアミノ酸となんて書いてあるのが実は化学調味料ですから、そういったのが入っていないものをですね日頃からそういった選ぶ目を養っていただいて、しっかりと無添加のものを選ぶ癖をつけていきましょう。そうすることで腸や肝臓に、ね、負担がいかないんですよね。そういった添加物を食べるともう腸とか肝臓が疲弊しちゃう、もうダメって、もう分解するのが大変なんですから、わざわざ負担をかけないでねってことですね。そうしないと腸や肝臓に負担をかけ続けた結果、結局ちゃんとね機能しなくなりますよね、内臓の動きが。そうすると食べても食べてもあなたは栄養不足になっていくんですよ。そうすると痩せるホルモンの材料が吸収できなくなっていくわけですから、もうますますねもう食べても食べてもね全然ダメっていう栄養不足、結果太るっていう悪循環ですから、ぜひこの成分表示表とか原材料名は必ずチェックして購入していきましょう。痩せる習慣3つ目はこちらです。日々食べたものを書き出してリストを作りましょうです。これ案外あるんです、特に女性は。例えばお食事の準備とかしますよね、買い物に行く、ちょっとね奥さん味見いかがですかって食べる、で食事作る時もどうかな食べる、ね、家族が残した食べる、結構トータルで見ると完食してたな、つまみ食いしてたなとかねあるんですよ。ちょっと一口ちょっと一口、これが太る元なんですよね。なので私のねクライアントの方もそうなんですけども、先生ここ最近ね体重の変化がなくなってきました、なんででしょうっておっしゃるから、
ちょっとここ1週間食べたものを振り返ってみましょうねって言うと、あーって、あのいただき物食べたな、女子会でちょっとお菓子もらって食べたな、ちょっとつまんだな、主人のおつまみつまんだなって、めちゃくちゃ食べてらっしゃったんですよね。結局トータルで見るとですよ。なのでここが落とし穴です。一気に食べてない方、ちょこちょこ口に運ぶ方っていうのが一番太る。先ほどの血糖値の急上昇でもお話しましたけれども、食べるたんびにその血糖値がどうしても上がります。皆さん、そこを抑えようとするたんびにインスリンホルモンが出るわけですから、そのたんびに脂肪を溜め込むっていうね、悪いサイクルなわけです。なのでしっかりと何食べたかなっていうのをですね、日々ちゃんとリストに書いておくことで、振り返ってみて、うわー食べとったって思ったらですね、ちょっと数日間のお菓子をお休みしてあげる、食べたことをなかったことにする、48時間以内にって、これです。ここを日々しっかりと食べたら即リセットという形で見極めるためのリスト作りしていきましょう。では次に痩せる習慣4つ目は、睡眠時間を確保しましょうになります。もうどんなにあなたが食事に気をつけたりね、よく噛んでみたり運動したりね、間食をお休みしたりしたとしても、ベースが不健康であれば何したって痩せませんよ。無理です。でどうすればいいかっていうと、簡単、寝ることです。寝ちゃえばいいんですよね。痩せたかったら寝ましょうなんです。で特にゴールデンタイム、夜10時から深夜2時までの成長ホルモンが出る間っていうのは、なんとかね、週に1回でも、もう2回でもいいから、もう無理やり作るっていう、もう寝ちゃう最初に、寝て起きてからやることやるこれぐらいね、もう寝たっていいんです。あなたは頑張ってらっしゃるんですから。なのでやっぱりですね、週に1回でもいい、まずは1日でもいいから7時間寝てみてください。もう全然違いますよ。もうそれだけで痩せるホルモンがいっぱいできますからね。なので日々の取り組みも大事なんですけども、ベースが睡眠時間4時間とか5時間という方は、その努力がね、報われないんですよ、いくら頑張ってもね。なのでしっかりと自分のご褒美、痩せるためと思って、まずは1週間に1日でもいい、できれば2日3日とね、増やしてほしい睡眠時間を確保する努力を続けてみましょう。では痩せる習慣5つ目はこちらです。もうね、無理に運動を頑張らないです。ポイントは毎日コツコツちょっとね、普段よりも動いてみる、もうこれだけでいいです。いかがですか。まとめて歩こうとか走ろうとか思ったって、もうできないんですよ、忙しいんだから、私たち女性は、ね、そうすると今日もできなかった、昨日もできなかったってね、こう自己嫌悪、要は小さな失敗をね、できなかったを増やさないことです。逆に小さなできたことを増やしてください。そうすると自己肯定感が上がります。できた、今日もできたって、昨日もできたって、そういう小さな成功の積み重ねが大事なんですよ。そうするとできないからできるに脳がシフトしますから、いろんなことがですね、できるようになるんですよね。なのでちょっと今日は車を使わずね、あそこのコンビニまで、ちょっとコンビニまで歩こうかな、そんなことでいいんですよ。ちょっと10分多く歩こうかなとか、ちょっと今日は階段使おうかなって、そういうちっちゃなちっちゃなね、積み重ねが大事です。なので一気にジムに行って頑張ろうとか、1時間歩こうとか、でも無理無理、そんなことしなくていい。その代わりコツコツ、昨日よりも今日、今日よりも明日、少しずつね、動く量を増やす、これを続けていくことが大事です。私もそうしてます。では痩せる習慣6つ目はこちらです。もうね、失敗しても気にしない、いいんです。例えばいかがですか。頑張ってダイエットしてきたけど、お子さんがお誕生日でケーキ食べたとか、楽しみに注文していたクッキーの缶が届いたとか、1年前から予約してたっていうの忘れてた、でも届いた、しかもダイエット中にとかね、いろんなことが起きますよ。誰だってあるね。私は我慢してるのに、職場でわざわざねドーナツをもらったとかで、食べなきゃいけない、食べたくないけどとかあります。でもいいんです、そういう時はもう食べていい。もうたまにはチートで食べましょう、私だって食べます。でもそれを放っておくから太るわけですね。じゃあ私はどうしてるかっていうと、48時間以内に食べたことをなかったことにする、リセットするんです。で方法は簡単です。食べてしまったと思ったら、48時間以内の間にどこか16時間以上の空腹時間を作ることです。簡単なのは晩ご飯を抜くこと、
簡単です。できない方は朝ごはんでもいいですよ。16時間睡眠時間がある、その前後数時間くっつけちゃえば簡単に16時間空きますから大丈夫です。そういった形でもう食べてもいいんですよ。できない日だってあります。でも放っておかない。ポイントは48時間以内に16時間以上の空腹時間を作ってあげること。これでもチャラです。ぜひ続けてみてくださいね。では最後です。痩せる習慣7つ目はこちらです。もう体重にね一喜一憂しない。これ本当ね必要ないんですよ。体重といっても、ね、質が大事です。増えた体重が水分なのか便なのかはたまた脂肪なのかでこれ全然違うわけですよね。気にしなくていいです。だいたい1日の間にですねそんな体重なんて変化するのが当たり前です。なので日々の体重管理大事ですよ。これはしましょう。ただしその日その日だけの状態で判断しないことです。大事なのは1ヶ月前の自分、2ヶ月前の自分はどうだったかなです。その時に比べて2キロ3キロマイナスキープできたらもう上等ですよ。だってたったの1キロ落とすためにですねどれだけ運動しないといけないと思いますか。フルマラソン2回分ですよ。そんなね大変です。たった1キロ落とすのだけでも。なのにあなたは今1キロ2キロ3キロと一生懸命コツコツ落としてきてるわけです。もう自信持っていいです。もう絶対大丈夫。何をすればいいか、今お伝えした痩せる習慣7つを実践していただいて、でベースの食べ物は腸を整える腸活メニューを食べてください。じゃあ何食べればいいのっていうことで、私のこの YouTube チャンネルの別動画でもいっぱいいっぱいこれ食べてください、あれがいいよ、このレシピ簡単でいいよっていうこともたくさんね、もう700本以上現時点で伝えてますから、ぜひこの動画見終わったらそういったレシピ集もチェックしてみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画ではリバウンドしないための痩せる習慣7つということで、私がいつも実践していることをあなたにもお伝えしました。7つ全部できなくてもいいです。1つでも2つでもできるところからまずはやめないこと、続けることがダイエットの近道になりますから、ぜひね私とご一緒に楽しく腸活習慣続けていきましょうね。このお話が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても励みになります。またコメントもお待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。